はい、どうも、ジルです。ということで、今回は、マジで見るからに不穏なイベントが来たんでね、今回見ていこうと思います。ということで、こちら、予告、イベント、カーテンコールに石別を開催ということで、やってきました、ルイくんバナーイベントでございます。このルイくんの表情、えぐすぎる。いや、これがね、どういった表情なのか、まだ詳しくはわかんないんですけど、少なくとも、明るいプラスな意味の表情ではないですよね。ちょっとこう引きつった感じというか、こう哀愁漂う感じというか、悲しみを背負っている感じというか、なかなかにえぐい感じとなっております。また今回のイベントタイトル、カーテンコールに石別を、カーテンコールっていうのが、あの演劇とか、まあ、舞台が終わった後の挨拶ですね。でその後の石別をってやつ、これがあの別れを惜しむことみたいな意味があるので、まあもうイベントタイトルから不穏ですよね。まあそんなイベントなんですけど、イベントの説明見ていきましょう。次で宣伝公演が最終回？驚くワンダーランズショータイムだったが、さらにそこに日本一のショーをすると名高いテーマパークから合同公演の申し入れが。てんやわんやの練習の中、ルイはある人物に声をかけられ、ということで、いやー怖いですね。ワンダショーってやっぱあのイベントストーリーとか見てたらわかるんですけど、こう今はね、みんなこう集まってやってるけど、それぞれがやっぱ夢に向かって進んでったら別の道をたどるっていうね、なんかこう将来別々になることが約束されているこうユニットでもあるんですよね。まあそんな中でこうルイ君に声をかける人がいるということで、こうワンダショーが今後どうなっていくのかっていうのね、こう話になると思うんで、マジで楽しみです。はい、ではね、詳細見ていきましょう。今回通常のマラソン形式のライブイベントとなっております。開催期間が10月21日15時から10月26日20時59分までです。そして肝心のボーナスが、タイプボーナスがクールタイプ、キャラクターボーナスがワンダショーのね、キャラクターたち全員といった感じになってます。はい、そして肝心の星4メンバー、メンバーボーナスですね。ユウナギに吹かれて上白ルイ、刺激を受けて天馬司、幼馴染のまなざし草薙ネネ、ということで、なんとオリキャラ3人です。なぜか、つかさくんとねねちゃんがいます。いや、ちょっとおかしいんですよ。つかさくん、今これで、箱イベ4連続だが、3連続だが、連続星4なんですよ。そして、ねねちゃんの方も連続星4だし、ねねちゃん、今、報酬全然来てないからね。去年1年間来なくて、今年も星3報酬1回しか確か来てないんですよ。星2報酬に至っては2年間来てないです。やばすぎです。そろそろ報酬来ると思ったんですけど、なんか報酬来なかったですね。ねね推しの皆さん大変だと思いますが、頑張ってください。まだ、つかさくんもね、この前、あの、1周年の、あの、復刻ガチャが来て、そこで限定を復刻してたタイミングでこれだったんでね。まあ、ジールさんが動画とかで配信で言ってた通り、つかさくん、やっぱり来たということでね。みどりちゃんは被ってまして、つかさくん来たけど、小羽ちゃんもそろそろ来ますよ。皆さん気をつけてくださいね。はい、ではね、イベント編成の方を見ていきましょう。今回も通常通り 250% で、既存メンバーだけでも 250%、ピックアップ込みで 310%、最大で 385% が組める編成といった感じになっております。はい、で、メンバー詳細見ていくんですけど、割とジール持ってる方ですね。初期のレン君に加えて、去年のワンダーマジカルショータイムの、メンバーたちと、今年の1月にあった M ちゃんバナーのイベントのメンバーたち、そして、今年の今後のルイくんバナーの時のルイくんとルカさんが、星をメンバーとして編成に入ってくるといった感じになります。去年実装のメンバーも結構多いんで、まあ、比較的編成は組みやすい方かなと思います。報酬メンバーもね、そこそこ揃っているんで、ぜひぜひ皆さん、ボーナスの方を稼いでね、がっつりイベントポイントを稼いじゃってください。はい、ということで今回は新イベントについて見ていきました。まあ、今回のやつ見て、バチャシンがあんまり来なかったので、ちょっとバチャシンの予想が今後どうなるかちょっとわかりにくいなといった感じになります。はい、今月末マジで誰になるんでしょうね。まあ、ただ、まあ、その辺のイベント予想もすごく気になるところなんですけど、今回のイベントストーリーがマジで気になるんで、これはね、速攻でイベストを開放して読もうかなっていう風に思います。ぜひね、皆さんもイベントストーリー読んでみてください。といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。